これがなくなるし。こんなに壊れて愛するっていうのは100年前はね、あれですよ、この辺全部こういう竹やぶの山だったらしいですね。これからずっとこういうまだ二松町の家がない頃ずっと、私あれは今生きとられれば110歳ぐらいの人から聞いた話だけど、ずっと竹やぶで、まあ、だらかの山で上の方だけ市街地があって、ほんのこういうなだらかな丘陵地帯だったらしいですね。増えて今もだいぶ減りよるけど、4万2000人ぐらい。正しい家ずっと建つんですけど。